ちゃん、こんにちは、アイちゃんチャンネルのアイちゃんです。今回はですね、全部リカちゃんのおもちゃを紹介していきたいと思います。それでは、レッツゴー。ここ切らなくていいよ。はい、で、まずさっきも出しちゃったんですけど、最初にね、これを並べていきたいと思います。このようにね、これはなんか新しいリカちゃんのお家ですね。一番最新のリカちゃんの家で、ママに何にもないけど買ってもらったやつです。トイレもちゃんとあります。これを設置していきたいと思います。こんな風にして、本体はこんなのなんですが、別売りのやつがいっぱいあるので、別売りのやつを紹介していきます。こちらが別売り、こちらも別売り、こちら本体が一緒になっていて、こっちも一緒になっていて、こちらだけ違いますね。で、こっちも一緒になっています。この箱も一緒にね、箱といつも包まれているので、では次はこの冷蔵庫を使います。こちらも別売りです。別売りで冷蔵庫だけとか、これは洗濯機のみで買ったので、冷蔵庫のみで買ったので、こんな風に集めてリカちゃんで遊びました。では2個目いきましょう。ゲーム、はい、では次はさっき紹介したのがこちらなんですけど、次は、これはパパに、2019年クリスマスに買ってもらったので、パパに買ってもらったやつです。で、こっちは、いろんなね、こういうミニチュアの、病院の本格的な、やつとか、こういうマスクとか、点滴のやつとか、点滴もすごいちゃんとあって、トイレもすごいあって、これが一番すごいんですけど、まず、スイッチをオンにすると、で、音が鳴って、そしてこちらのパソコンをスライドします。そしてこのドキドキを誰かさんの胸にやってみると、この風に描かれるんですね。それがとてもすごいと思います。はい、でこちらにすごいミニチュアがこちらに注射器あるんですけど、こちらにも注射器が入ってるんです。こちらが注射器、すごいミニチュアで可愛くてすごいね、遊ぶのが楽しいですね。いつでも遊んでも楽しいので、皆さんも売ってると思うので、暇でしたらこれで遊んでみてください。それでは次行ってみましょう。それではどうぞ。こうなんですけど、これはつむつむでして、リカちゃんではなくって、でもこれすごいリカちゃん、相手がいないときはリカちゃんで楽しく遊べるので、ポイントを言っていきます。まずこちらですね、いっぱいポイントがあるのでたくさん言っていくんですけど、まず一つ目がですね、このケーキに注目してくれると嬉しいんですけど、ここにろうそくがあるじゃないですか。これをですね、誕生日ケーキなんですけど、これをふってすると倒れるので、本物のろうそくにして、これね、こんな風にカチカチ倒れるんで、すごいろうそくリアルですね。こちらもすごい可愛くてしょうがないんですけど、こちら見ててください。スプーンでこうやって
こうやってやってあげるとアリスに変わるのですごい可愛いです。で次がですね、これは、まあ、何で袋に入ってるかというと、この中が最初から買った時から、香りの、袋になっていて、このここ の, あの中にスイーツを入れるとすごいいい匂いになって本物のスイーツの香りになると思うのでこれがついていました。これ全部、本体がついていましたので別売りセットはないです。はい、そんな感じでいっぱいねリカちゃんの道具とか並べたんですけど、こういう細かいやつとかは今度紹介いたしますので楽しみにしててください。こちらのやつにもいっぱい手作りのやつとかあるので皆さん、楽しみにしてくれる人はチャンネル登録とグッドボタン高評価よろしくお願いします。コメントはリセット中です。バイバーイ、また見てね。